俺はとつや、26歳、独身だ。今は大手企業のパニコレ紹介で清掃員として働いている。清掃員って言うと見下すやつも多いけど、俺はこの仕事に誇りとやりがいを持っているんだ。パニコレ紹介の社員たちがいつも気持ちよく働けるのは、俺たちクリーンチームが常に社内をピカピカに清掃しているおかげだから。ってのはちょっと言い過ぎかな。でも会社の業績アップのためには清掃だって大事な仕事だから、俺は今やるべき仕事に精一杯尽くすことが今後のためにもなると思ってるんだ。達也さん、俺が掃除のためにオフィスに入ると社員のパニコさんが声をかけてきた。さっき打ち合わせに来た取引先さんからお土産のお菓子をいただいたの。クリーンチームの皆さんの分もあるから後で取りに来てね。ありがとうございます、パニコさん。俺はパニコさんに丁重にお礼を言った。すると横から別の社員が俺を嘲笑うかのように言ってきたんだ。パニコさん、清掃員なんかに分けることありませんよ。貧乏人には高級お菓子の味なんて分かりませんって。パニコさんにそう言ってきたのは、3ヶ月ほど前に中途入社してきた安永だ。清掃員って言うと見下してくるやつもいるってさっき言っただろ。その筆頭がこいつ。安永は清掃員として働いている俺を入社した時から格下認定して、いつもこうやって見下してくるんだ。ちょっとやめなさいよ、安永さん。達也さんに失礼じゃない。清掃員が貧乏だなんて、それは安永さんの偏見よ。清掃の仕事してくれてる皆さんも、みんなパニコレ紹介の一員なんだから。パニコさんが安永をいさめたが、安永は反省するどころか、やれやれという顔をした。はぁ、そんな甘い顔するから貧民がつき上がるんですよ。パニコさん優しいし、社長令嬢だから世の中の機敏には疎いかもしれませんが、格差ってものがあるんです。けじめはきっちりつけておかないと。何がけじめだ。けじめだったらちゃんとつけてるっての。俺は心の中で文句を言ったが、相手にしても始まらないので黙って清掃作業を続けていた。ちょっと安永さん、あなたは知らないかもしれないけど、掃除の人間がいると仕事の邪魔だな。タバコ吸ってこよーっと。パニコさんの言葉を遮って、安永は鼻歌を歌いながらタバコを吸いに喫煙所に行ってしまった。ちょっと人の話を。いいよパニコちゃん。安永をパニコさんが引き止めようとしたので俺は止めた。あんなやつに構うことないって。相手にしてると仕事に支障が出るよ。するとパニコさんは立ち止まって俺に向き直った。いいの？まあ達也くんがいいなら今日のところはそれでもいいけどさ。でもたっちゃん、社内ではちゃん付けはダメだよ。プライベートの時はパニコちゃんって呼んでいいけど、会社にいる時はパニコさんって呼んでね。よろしくね。はい、すみませんパニコさん。でもパニコさん、自分でも俺のことたっちゃんって呼んでますよ。あ、しまった、私もか。ごめんごめん。いしし。俺より2歳年上のパニコさんはパニコレ紹介の社長令嬢だけど、実はプライベートでも俺と関わりがある。仕事上ではきっちりとけじめをつけるためにお互い敬語で話してるけど、実は俺のことをまるで本当の弟のように可愛がってくれる大好きな姉みたいな存在なんだ。それにしてもこんな時まで講師をきっちり分けようとするパニコさんは真面目な人だな。まあそれは母親であるパニカー社長の教育の成果かな。ああ、パニカー社長ってのは今俺が働いてるパニコレ紹介の女社長だ。代々続く老舗ではあるものの、地元の中小企業の一つに過ぎなかったパニコレ紹介を一代で全国規模の大手企業にしたすごい人。やり手の女社長らしく、パニカー社長には独自の経営哲学があって、それは企業経営者たるもの、社員の誰よりも多く働き、誰もが嫌がる仕事を進んでやらなくてはいけないというもの。そして社員が気持ちよく働ける環境を整えるのが経営者の務めとして、社長という立場にもかかわらず社内の清掃を自ら率先して行っている。だからパニカー社長は忙しく全国を飛び回る合間を縫って事務所に出社するときには朝からせっせと玄関を掃除していたりもするんだ。パニコさんも入社したばかりの頃は事務所のトイレ掃除をさせられていたらしい。汚れ仕事を下っ端社員に押し付けている。世の中の多くの会社とは大違いだよな。でも
パニコさんがパリに行ってしまうのは寂しいですね。パニカー社長も他の社員さんたちもみんな寂しがってますよ。ごめんね、仕事を放り出してしまって申し訳ないわ。でも夢を諦めきれないの。次期後継者となるべくパニコレ商会に入ったパニコさんだったが、ピアニストになる夢をどうしても諦めきれず、ついに会社を退職してパリへ修行の旅に出ることになってるんだ。当時は後継ぎがいなくなると社内では反対する声も多かったようだが、パニカー社長がパニコさんの夢を応援するために社内の反対意見を収め、後継ぎ問題を解消した。本当にパニカー社長は経営者としても母親としてもすごい人だな。俺はパニカー社長を心から尊敬してるし、いつかは支えられるような存在になりたいと心から願ってるんだ。そのためにはお掃除お掃除、きっちり社内をピカピカに清掃して、清潔さと快適さからパニカー社長を支えていかなくてな。俺は自分で決めた今の仕事内容に心から満足していた。しかし満足してばかりではいられない事態になっていったんだ。それはある日、俺が清掃のためにオフィスに入った時のことだ。オフィスではあの安永がただ一人机に突っ伏して居眠りをしていた。こいつ、他に誰もいないと思ってガーガーいびきかいて寝てやがる。パニコレ商会には珍しい存在である無能社員の安永が人目のない時にサボって寝ているのは今に始まったことじゃない。俺は義憤に駆られて安永を揺り起こした。ちょっと安永さん、仕事中に居眠りしないでください。なんだよお前かよ、せっかく人が気持ちよく寝てたってのに起こすんじゃねえよ。しかし今は就業中ですから。なんだよお前、清掃員の分際で俺に指図するつもりか。ちょっとぐらい休憩したっていいじゃねえかよ。休憩は休憩時間に取るべきなのではないでしょうか。あー、底辺の負け犬が何偉そうなこと言ってんだ。底辺の負け犬って、そうだろ、掃除するしか脳のねえ底辺が俺様みたいなパニコレ商会のエリート社員と対等に口を聞けるとでも思ってんのかよ。いつから安永がエリート社員になったんだろう。俺は本気で疑問に思った。底辺の負け犬は目障り、昼寝の邪魔になるからさっさとゲロゲロ。俺は頭にきた。仕事中に堂々とサボって居眠りしているのにも腹が立つが、清掃員に対して底辺の負け犬とはひどい言い方だ。俺は清掃員としての仕事を見下されたことに腹が立っただけではない、パニコレ商会で働く他の清掃員のためにも俺は怒った。しかしそんな俺を放っておいて、再び安永は机に突っ伏して居眠りを始めてしまった。俺は考えた。このまま安永を野放しにしておくわけにはいかない。しかしどうしようか。パニコさん、それともパニカー社長に直訴しようか。でも仕事で忙しいパニカー社長をこんなくだらないことで煩わせるのは申し訳ない。かといってパリ行きを控えたパニコさんに心配をかけるのも気が引ける。俺はどうしたらいいか悩んでいた。そんな中、とうとうあの安永が自分で墓穴を掘る騒ぎが起こったんだ。その日、俺は事務所のトイレ掃除をするために水の入ったバケツを持って歩いていた。するとそこへ安永がやってきたんだ。なんだよ、今から掃除かよ。俺がトイレに入ろうと思っていたのに、これから掃除じゃ入れねえじゃねえか。社員様がおトイレにお入り遊ばされるんだから、清掃なんて後回しにしろよ。清掃中でもトイレは使用できますから。え？なんだと？清掃員の負け犬が社員様に生意気言ってんじゃねえよ。汚い貧乏人は消えろ。そう言うなり、安永は俺が持っている水のたっぷり入ったバケツをいきなり取り上げ、中の水を頭からぶっかけてきたんだ。うわっ汚いから水で掃除してやったぜ。水も滴るいい男ってな。汚い底辺の負け犬もこれでちょっとぐらいはマシになったんじゃね。感謝しれよな。頭からぐしょ濡れの俺は
胸の中にこれまで湧いたことがないような激しい怒りが湧くのを感じていた。もう我慢できない。これまで穏便に済ませておこうと思ったが、もう限界だ。俺は立ち上がり、安永に向かってあることを言おうとした。しかしその時、一人の女性の声が響いたんだ。あなた、私の息子に何してるの？え？俺たちの目の前には、パニカー社長が明らかに目に怒りを込めて、腕組みをして仁王立ちしていたんだ。安永さん、だったね。いい度胸じゃないか。よりにもよって私の息子に水をぶっかけるなんてね。私の息子、水も滴るいい男にしてくれて、お礼を申し上げるよ。ね、な、社長、息子は？安永は、悪女をパニカー社長に見つかっただけではなく、パニカー社長の言っていることの意味が分からず、おろおろしていた。そうだよ、達也は正真正銘、私の息子さ。なんなら戸籍謄本持ってきて見せてやったっていいよ。だってパニカさんは一人っ子じゃ。するとパニカー社長はふふっと笑った。もともと達也は私の妹夫婦の子供だがね、達也がパニコレ商会に入るにあたって私と養子縁組をしたのさ。パニコがパリに行って後継ぎがいなくなると不安があった社員のために、達也がパニコの代わりに後継者修行を始めることになったからね。ね、嘘だ。おいとはいえ、子供以外の親族に後を継がせると周囲ではいろいろ勘ぐる奴らも多いからね。けじめをつけるために養子縁組の手続きをしたんだよ。このことは社員みんなが知ってる話だと思ってたけど、まあお前さんは中途入社して間もないから知らなくても仕方がないか。じゃあこいつがパニコレ商会の次期社長？あいつだと？でもだったらどうして清掃員なんか？それは達也自身がそう望んだからさ。え、自分から？入社した直後、パニコの時と同じようにトイレ掃除から始めさせようとしたら、形としてトイレ掃除をやるだけでは本当にパニコレ商会の経営理念を理解し実践したことにはならない。しばらくは清掃員として働き、パニコレ商会のどんな仕事でもプロとしての誇りを持ちたいんだって言ってくれたのさ。まったく見上げた若者じゃないか。やっぱり達也をパニコレ商会の次期後継者と見込んだ私の目に狂いはなかったよ。そしてパニカー社長は俺に向き直ってこう聞いた。達也、これまで清掃員として働いて実りはあったかい？はい、いろいろなことを学ばせていただきました。パニコレ商会では職種に関係なく、全ての社員が一丸となってそれぞれの仕事に邁進しなければいけないということを知り、それと同時に社員の中には業務内容の違いによって差別的な意識を未だに拭いされない者がいることも理解しました。今後俺が本格的に経営に参加するようになったら、今の問題を解消して全社員が一心同体となって働く環境を作り上げなければいけないと感じています。その通り。そうだね、私も常々そう感じているが、忙しくって目が届かないところも多い。これからは私の片腕となってしっかり目を配っておくれよ。はい。俺とパニカー社長はがっちりと固い握手を交わした。するといつの間にか来ていたパニコさんが横からのんびりした声で言った。親子の結束が固くなったのはいいんだけど、ところでこの安永さんはどうするの？改めてパニカー社長は安永の方をギロリと見た。そうだね、私もどうしようかと思ってるんだ。お前さんの達也への振る舞いは論外だが、いくら忙しくて目が届きづらいとはいえ、全てを見逃すほど私の目は節穴じゃないよ。お前さんが暇さえあればいつもサボってろくに仕事してないことを私が気づいてないとでも思ったのかい？すみません。自分がろくでもない働きぶりなことを棚にあげて、清掃員として頑張ってる達也を見下して水をぶっかけるとは、経営者として決して許すわけにはいかないね。そんな。じゃあどうするの？クビにしちゃう？イシシ。パニコさんがにやりと笑いながらそう言うと、パニカー社長もにやりと笑って答えた。いやいやパニカ、いくら無能社員だからって
そうそう簡単にクビにはできないよ。だけど今後うちの会社で働く上ではパニコレ商会の理念をしっかり身につけてもらわなきゃいけないからね。これからしばらくの間、安永さんには清掃員として働いてもらって、社内を隅々まで清める喜びをじっくり味わってもらおうか。じゃ、俺がそんなこと、マジかよ、そんな嫌だ。おや、達也もそうだし、パニコレ商会に古くからいる社員はみんなやったことさ。だからといって掃除なんて嫌だ、そんなの底辺の負け犬がやることだ。何を言ってる、清掃員は負け犬なんかじゃない。底辺だの貧乏人だの、そんなのお前の勝手な思い上がりだ。どんな職場でも清掃担当の人が頑張ってきれいにしてくれているからこそ快適に仕事ができるのに、それもわからないことこそが人間として無能な証明だ。よく言ったね、さすがは我が社の次期後継者だ。さ、じゃあ話は決まったから、早速安永さん、清掃員のユニフォームに着替えた着替えた。まずはトイレ掃除から徹底的に叩き込むよ。大丈夫、私が OJT で自ら教えるからね。一緒に社内のトイレをピッカピカに磨き上げようじゃないか。やだ、助けてくれ。その後、安永は清掃員の仕事に耐えきれず、自分から退職を申してた。しかし、パニコレ商会を辞めた経緯は地元中に広く知れ渡っていて、どこも雇ってくれないみたいだ。今ではコンビニバイトで、結局のところ店内のトイレ掃除をする毎日だとか。あんなやりがいがある仕事のどこが嫌なのか俺にはまるでわからないな。それから時は流れ、今俺は清掃員の仕事を終了し、パニカー社長について日々いろいろな取引先へ挨拶に回っている最中だ。これからはパニカー社長が大きくした会社をさらに大きくできるように努力邁進していきたい。俺はそう決意している。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニクさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。